この A の前のエリアは俺たちのものっていうふうにしましたね。思ったけど、さあこの高めのスモークに対して開けたところラズが仕留めてきます。遅れてリゴンボルトを破壊。まだランデブーは使用しません。タイのスモークをもらって一旦ここはランデブーできます。サイトからのロックダウン。ナイトフォールはゼロディビジョン黒。 K ボトルの位置重要ですよ。聞かせてオーバードライバーテップです。ロックダウンを破壊。 C サイトを取り返したのはゼータディビジョン。さらにロングを上がってきます。うわ、見えます。そしてフリップスジェイダーキルを取ってテオボトル裏から来ます。ローリングサンダー。さあクローがノックバック。ハンターズ・フューリーと合わせてゼータディビジョンを仕留めに行きます。ワンオーツー。残ったのはラズ。ワンワン。わー、ラズが4人抜いてのクラッチプレー。サイトの黒粘りを見せる。おっとデップ抑えてテーマ。そしてラズが抑えた。スオン2です。コズミックディバイド解除させない。戻ってこのコズミックディバイドが守りの役目になったか。ハーフはいっている。ワン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 いけ。解除はどうしてしまった。通させてしまった。今のキル取れんのバラってさ、目だか口だから頭出てんじゃん。あれで当たるってことはさ、コズミックディバイドからさ、ここからこの前しか出てないでしょ。このもみ上げぐらいから後ろまだコズミックディバイドの中だったよ。絶対うまく使っていたんだ。手前の黒、後ろのラズ捕まえた。倒した。会場通っている。ハーフは行っている。あ、会場位置が違う。そのまま勝ち会場。1マップ目ヘイブン。勝利したらブームスポーツのブレイズキングが左手の拳を上げた。意地でしたね。まあレイズ入りの天がレイズ使ってっていうこともあり。すごい回収したら持っていきたいもの。いや俺は今まで持ってったことないな、そんな特別な何かは。デバイスぐらい。あ、昔チョコ持ち込んでる時期あったな。初めてで、まだ明治のさ、長方形のチョコが20個ぐらい入ってる細長い100円ぐらいのやつ。分かる？一個一個が小包みに包まれてるやつ。あ、そう、スライドして出す。あれ毎回買ってったんだけど、一回食えば食うほど集中すると思い込んでる時期あって、3箱ぐらい食ったらガチで具合悪くなってから、もうチョコ買ってない。武器で勝負しているのはブレイズキング。シュワゼロさんがラークなんやな。ブームのもの A のセットアップです。トレイルブレイザー、そしてフラッシュ、奥にはペイント弾、ブラストバック。おっとずれました。ずれたってより今右から打たれたから、そして位置変えたってプレッシャーをかける素晴らしいプレーです。おおラズ全部ラズ取ってんだ。いってもいいんじゃないラズ。ツールドフォースを上げたいがために奥深くまで入っていった。最後は黒のキルになりました。黒さんのキルになるのも全然いいね。見事第3ラウンド取っていくのはゼータディビジョン。見えたな今。リンクのトレードマーク壊したいですけどね。おお頭1個ヘッドハンター。おおリンクが抑えたし、裏裏まで入れてたし。まあツールドフォースを切っているので、ここでリスクは犯さないというところ。パラノイア切ったのも分かりました。うま、素晴らしいラウンドですな。さあ B 詰め、これさっき取られてますからね。そうですね。さあ対策したい。カバーつけて人数をかけていく。インスモーク3人出ていく。抑えて黒黒抑えた。対策できてますね。人数かけて B 側、早速このまま点が深くまで入っていく。安心ですね。 B リングまで取れましたね。あとは裏シュガーゼロ裏取り警戒。ゼータディビジョン完璧な立ち回りでラウンド11抑えていきそうです。いいジャンプいく。もう一人って分かった。勝負いってますねブレイズキングも。これ後ろから来ますと最後はこれでショーストップアップ取れそうです。ランデブ返りミッドのシュガーゼロ重要。ショーストッパー警戒。入らずエリア取れた。ブームボット、そしてそのまま A サイト侵入完了。あ、シュガーゼロバレてる。オペレーターで抜かれたデップ。裏からシュガーゼロが入っていくが、正面では取った 2on2 あるぞ。追加のトレイルブレイザー、バイパーズピットを仕掛けて左のライン潰せるんだ。 A リンクの設置はできる。入れるから後ろからテーボトル関係ない。後ろ気づけるかな。テーボトル正面ではフェイバーシュガーの正面勝った。見えたテーボトル立ち回りを変える。衰弱体力もろって戻ったな。裏から見えた。うわー、しかー、それ勝つの。それ勝つか。いい読み合いだったのに。これ勝つか。ほぼ画面映ってないですよ、あれ最後の射線。これね。うわー。でもあれ実はシガゼロ側不利なんだよな。だから知らない。でも攻めず。第17ラウンド。ポイントは壊した。ファーストバッターラズ。天がいい位置。お、黒逆に勝負する。フラッシュ。まだ反応がある。ロング滞在なのが分かりました。ブレイズキングが挟んでくる。黒見てますね、ちゃんと。あ、外した。挟んでくる。パラノイアが入った。フラッシュの開始見事だ。正面に合流した黒、素晴らしいカバー。ブレイズキング横から来る。ナイスペイントとの開始。これはもう設置はできません。すばら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 。守り抜きましたね。見事でしたね。正面に合流。そうですね、無理しなかったですね。シーカーから正面からの素晴らしい判断。ゼータディビジョン、あれ相当攻め側としてはめちゃくちゃ強いな。取り返しの準備も良かったんですけどね、ゼータ。エコラウンドのゼータ、いやもうひたすら MA 狙ってきますね。第20ラウンド、早いの来たけど止めれてる。ワンテンポ置いてファーストブラッドフェイマス出てくる。中には入っていません。あくまでメインで出てくるところを抑える素晴らしいプレーです。嫌な振り方してくるな。ファイトできるかなっていう距離だと思ったなと思うんですけど、全然止まってみんなで待ってるみたいなね。予想外だったでしょうね。いや XQ コーチ頭抱えてる。さあここから耐える時だ、ゼータ。ラウンド21、パラノイアから A メインの進行、勢いでくる。ただ緩急ある。ひたすら A だ。フラウラーに対してはブームボット耐えのスモーク。まずはスモークを耐えて時間稼ぎができました。その間にラズはかなり深くまで見えていました。止めれてる。もう4人で止めに行きますね、ゼータで。挟む準備、プレッシャーかけつつトレードマーク隠して、抜けてるバサックス A バサミ。トレードマークスモーク入れた。3人をかけれてる。ワンチョップしますね。 B のラックが始まった。ファーストブラッド10フロムダーシャドウズ。ただラズは気づいている。止めるラズ。ここどうだラズ。もうワンピック。後続はブレイズキング。いい粘りだった。ツールとフォースを打ちます。前くんの2人ナイスカバー。アグロピンポン。時間はまだある。ホールに対してのプレッシャー、スクリーンを上げて、抜いていく。ツールドフォース警戒。はい、シャーナイス点。一つずつ階段を上がっていきます。よく対応しましたね、今の。ファーストブラッド黒ナイス。うまいパラ。いいスモーク。あ、相手のスモークか。ブラウラーとここは正面はラズ。トレイルブレイザーでこの B 側には寄せつけません。早野クルドシュラウドステップ見えています。ナイトフォールまで切った。これもおいしい。はい、おいしい。全ての位置をしっかり止め切って、ナイトフォールまで切らせて11対11追いつきました。ブラストパックブームボットだけで B 取れました。さあ A のセットアップが始まっていくか。ファストレーンが出るぞ。バーサークス、オペレーターでは対処できない距離感です。一度引いていく。シュガーゼロファーストバットデップ倒した。5対3の人数状況。ショートで抑えた。いける。トレイルブレイザーで索敵。中に3人入っていきます。見えました。設置は完了。バイパーズピットが上がったフリップスジェイダーはどうする。デップ目見に行きましたね。A 中3の配置か。バイパーズピット切ったフリップスジェイダー、怖いっすね。奥にはホウント、フラワー、そしてシークレットから2、油断できない。裏から天が入ってくる射線。さあ囲い込んだ。テーボトルが怖い。テーボトルが怖い。シュガーゼロテーボトルテーボトル。ここはシュガーゼロ。よっしゃー、抑えた。マッチポイントはゼータ。ナイス。あと1本。このセカンドマップパールでは12対11。マッチポイントはゼータディビジョンです。バイパースピット難しいですね。ミッドで打つか。何を根拠に。オーメンのオペレーター見せてやれ。フラウラ反応があった。ショーストッパー切った。ブラスパーからのもう一個。当たれ。ああ惜しい。十分なプレッシャーにはなったでしょう。プラウラーホウントが上がりました。さあこれが本命のセットアップか。あ、いや、それに対してはバイパーズビットで覆ったので、一度ブーム e スポーツもぐっとこらえることになりました。うわー、これちょっと嫌な形になったな。やばい、見てない。残り40秒での B 展開か。ナイス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 、それナイス、それガチでナイス、それそれスモーク、自分たちのエリアを広げていくスモークです。問題はフリップス J だ。きた B、 ラズ、あと黒、あと黒、ラズが手前、ラズ黒の114、ファーストブラッドナイス。ランデブは残っている、我慢した。リテイクの配置、ただ横からフリップス J だ。ラズ足音聞こえてる。天裏取り、天頼む、天頼む。ラズ止めた、3キル目、3キル目、止めた。わー、レッツゴー。スワップを決めるエースを取りました。すげえ、素晴らしい。リプレイで見て、いやすげえ、うわすげえ、うわすげえ、すげえ、すげえ。最後ヘッドハンターで3人持ってたんですね、あれ、はい、あのままスタイオンの折り返し、そこからの突きついてライン上げてきますね。誰が割り食ってんだ、シガゼロか。リテイク配置になりましたが、地下を取っているのがフリックジェイダー、ファーストブラッド落とし切りたい、うまい。胴体ダメージが入りました。55、シュガーゼロの体力が70、そして引き切った。ステンビーコ、おっさんが刺さってるけど味方にも刺さってる。アフターショックが飛んでくる。シュガーゼロ前に出れるか。シュガーゼロ取った。バーサックスフェイマスのカバーだ。ラストはラズ。うお、ファーストラウンドはブーム e スポーツが取っていきます。ピンが刺されていました。まあこの辺りにスモークを入れるよというところでしょうか。ファーストブラッド、ブルドッグで抑えていきました。シュガーゼロ面白い位置、バストレーンで入っていきます。シュガーゼロバレてない。シュガーゼロフレンジーでなんとか返しますが、このタワーではバッキー、おバッキー、バッキー、フリップスジェイダーのカバー、まあ十分な削り、十分と言える削りで、なんならシェリフ、セッチ音聞いてペイントダウンありますからね。怖い、このタイミング怖い。先にナイス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 、先設置音ガチナイス。ワンワン、惜しい。最後は手を取る。いい勝負でした、いい勝負でした。ブームボット、スティンビーコン、ファーストレーンは使えず、10ファーストブラとテーボトル、シェリフで取り返しました。黒のカバーが入ります。ダブルキル、グレイズキング、スペクターをバンダルに変えて3対2の状況。ラズ抜き返していった。抜き返しましたね。場所でデップが待ち構えています。予想外のポジションでしょう。リレーボルト、インセンディアリー、そこを右側渡っていきます。インセンディアリー少し隙間がありました。ラズここはバーサークスにまずはファーストブラッドを取られます。ファーストレーン、しかしシュガードルダブルキル。クロウのカバーも入って1対3、すごいダブルキルが出ました。そうですね。おお、Let's go。 自分たちのこう取りたいというところのプレッシャーをかけています。デップ、デップ10、ちょっと地下を警戒した振り向きでブレイズキング、そのカバーにデップが入りました。いいオフアングル、銃口が先に見えそうです。いいオフアングル、いいですね、見事です。1人取って2人目も合計3キル。おいそさあ、おいそさあ。対に正面ではポールトライン。いい開始。ファストレーンから入っていきます。オービタルストライクを敵が早い。打ったんですが、それを超えていった。スパーの開始。なんだ、何が起こった？3対2の人数状況。取り返しはローリングサンダーが上がっている。スモークの隙間があるところ、足が見えました。ラズ、ゆっくりゆっくり取り返しが始まります。もう打たないか。確実に4本目が欲しい。逃げた。よいしょー。ナイス。この視界。アルティメットの素晴らしいハサミがありましたね。あ、裏か。なんだ。そうですね。何があっただろう。2人殺したのかと思ったけど、天さん自分でも死んだの。あれば正面は絶対に止めなければいけない。なんか人数計算合わねえなって思ったんだよな。ほぼクレジットがカンストしそうな選手もいます。リレーボルト見えた。ランデブー使わせた。プレッシャーをかける。ここはラズ、おい、お、当たってます、当たってます。これも気づいてます。横飛んでいく。はい、落ち着いてます、落ち着いてます。体力5のフェイマスだ。はい、5はデップ。いいねー、いいですね。こうやりたい。フルバイで勝って次のラウンドも9000クレジットまで上がっていく。ゼータディビジョン前半最終ラウンドまで変えるでしょう。えぐい、これタワーのセットですね。えぐい、これはさすがに難しかった。絶対殺すマン来た。センディアリーいたら負けのじゃんけんバトル始まってる。これ点裏を取った。フリップスジェイダー倒せれば大きい。おアフターショック、いいアフターショック。フリップスジェイダー落とした。さあメインとアーケード寒天からの取り返しです。囲めてる。問題は地下にテーボトルがいる。そうですね、テーボトルが怖いですね。はい、ゲットー。落としたってこれであとは中だけ。はい、レッツゴー。挟み込んだ。残るはフェイマス。あ、一人取った。ワンオンスリー解除の音。ブラストパック遅延、大丈夫でしょう。3人が待ち構える。点は解除。あとは抜くだけ。ナイス、見事な6本目。ラウンド8はゼータディビジョン6対2。ここはラズ。はい、覗けません。入ったの分かった。はい、見えた。2人入った。少なくともでメイン1入れました。3分かり1名不明。メイン側を取っているブーム e スポーツアフターショックを切りました。ロープシャクリア、シュガーゼロメインから取る。後ろからクローのバックアップ。ハサミ警戒。ブラストバックナイス。取っていく。カバーに入ったクロー。後ろ怖い、後ろ怖い。逆に点のカバーだ。デップまで入った。さあ先頭はデップ。後ろにブレイズキングがいるんですがどうだ。テーボトルナイス。デップを落とします。後ろ後ろからブラズキング。アルティメットは歌ラズ置いている。前に来た。ナイス。7対2、見事なメインの取り返しでした。これね、岸さんも多分ここも同じタイミングでさすがにカップヌードル食います。こうなったらメインどうするんだと思いましたけど、ブーム e スポーツが取ってきました。多分右も警戒できてると思うんで、これはエミン被害なく取れそうですね。ブームボット先頭、デップ。ここはオフアングル、フェイマス、ブレイズキング合計3キル取りました。オペレーターによってバーサークスを落としましたが3対2。聞こえてますと引き込む。ああ、でかすぎ。あるよ、スモークがある。インセンディアリーある。解除できる。ここはガチは耐え抜いてくれ。運を味方に。レッツゴー。ガチ解除成功。ナイス。8対2、スモークのカゴがありました。デップとラズが合流しました。問題はタワー下クロスで構えられています。そこに対してシュガーゼロとクローがどう対応していくか。ランデブで書いてディフェンダーサイドを参入しました。メインに対してはローリングサンダー。そしてクローが入ってくるところ、ゆっくり天が裏からローリングサンダーを放たれたラインを通っていきます。ショーストッパーで取り返す。さあ中を取り返していくデップ。タワーを取りました。さあ残るは1人。ロングに残ったテーボトル隠れてる。1人残った。ワンオツ抜いていく。残弾数がない。フォールトラインは飛ばしていくが解除していく。いいはずだろ。ここデップ。素晴らしいラウンド続きますね。9対2、9ラウンド連取。いや、さっきからリテイクできまくってるよ。時間かけて勝負しますね。ただ今回ベンチ側がいないけどメイン側2。そのファンが気づけるかな。テーボトルが左手前にカンティンガリーが出てきました。ナイス反応だぞ。ジェネレーター詰め。はい、確認。ネオンがいるのも分かった。フラッシュ、フラッシュ当たってないけど殺す。落ち着いてますね。ローリングサンダーまであと1つ。アフターショックを入れていくデップ。まっすぐ飛び出していきました。ハーフまではスキルないから体で止める。早めの取り返し。フリップスジェイダーダブルキル。関係ない関係ない。はい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 。いいよ、スローフィールド逆に効いてるよ。よいしょー。ナイス。持ち替えた。10本目、ゼータなぜ持ち帰れた。いやすごい。そういうのどんなもんこれ。下に合流してきたこのデップ、そのデップをうまく駆使したい。かなりアビリティ使わせましたよ。使わせましたね。これカウンターでゼータかなりいい状況作ってます。よいしょ。いけいけいけ。分かってる分かってる。もう完全に分かってます。これあぶり出した。おい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 。いける。デップのカバー5対2。このまま設置ができます。ロング設置。天は無理はしません。はい。やっちゃえ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 。はい、見えた。はい、レッツゴー。テントデップ、見事な2人のデュエリスト。これモースの中にモーター触ったらもうネットを入れてます。いましたね。もう作り始めてます。ゼータが取っていきます。そしてハーフシールドのスティンガー、アーケード側からの侵入、デップ、はいはいはい、ここはフリップスジェイダーヘッドハンターでカバーしに入りました。はい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 、チェンバーだけ入っちゃったからね。インセンディアリーまで加えていきますが、1人だけ置いてかれちゃったな。裏側オープン設置になっていきます。いいですね。アーサス今度はメインから取り返してくる。メイン怖いですね。テーボトルここを抑えていく。テーボトルしかし天の返しだ。 2on2、 ジェネレーター側の音は聞こえている。聞こえてますと見せてくれ。ナイスでフラクチャーレイズ10、ナイス。12対2マッチポイント。ほら画面に映ってるもの全部ゼータが襲ってるもん。これ取りたいんじゃないかな。これお腹空いてきたな。リレーボルトはい、避けて、はい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 、残ったペイント弾を投げていくフェイマス。ジャッジで削りにかかりました。何も見えないよ、何も見えないよ。いいよ、はい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 、開けた瞬間うるせえとヘッドハンターで倒していきました。これアフターショックもあるのでかなり止めれますよ。スモークはない。ブームイスポーツ3対2、あ1個か、1個あるか。ラズがエム勝負、はい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 、やばい、両方ケアしてる。上下2だ、横からフリップスジェイダー入ってきた。ラズはい、ラスト、おお会場はなってない、甘えないで。13対2、勝利はゼータディビジョン。ラウドとのリベンジへ、そしてその先へ。いや待ってろラウド、またゼータというポルターガイストがね、各部屋のノック、コンコンってドアをねノックしますね。次ラウドですね。足うまかったし、その中でも